皆様こんばんは。本日は当社サクソバンク証券のオンラインセミナーにご参加をいただきましてありがとうございます。本日は講師にテレビやラジオで大人気の経済アナリスト、馬渕磨理子さんをお招きしまして、今後の米株、欧州株、為替を予想というテーマで講義を行っていただきます。セミナーの開始の前に最初に当社サクソバンク証券と当社のサービスについて簡単にご案内を差し上げます。まず当社についてですが、サクソバンク証券株式会社はデンマークコペンハーゲンに本社を構えるサクソバンク AS の100%子会社となっております。FX や外国株式、ETF の現物、さらに CFD では株価指数や個別株、商品など豊富な種類を取り揃えており、また、現物株式、為替、貴金属証拠金取引においては、オプション取引も行っていただけるようになっております。さまざまな金融商品でポートフォリオを組むということが、当社の大きな魅力となっております。次に、今回はですね、取引ツール上のニュース分析項目について紹介をさせていただきます。ニュース分析は取引ツールの画面上部からアクセスいただける項目となっておりまして、こちらにはお取引のヒントとなり得る複数の便利な項目、機能がございます。本日はその中のいくつかをかいつまんで、概要をお伝えいたします。まず、こちらのページで出ております、マーケット概要のマーケット情報という項目がございますが、こちらは各金融商品の主要銘柄の価格を一覧で見ることができる画面でございまして、それぞれ前週比、前年比などの情報も確認することができます。表示されている任意の銘柄をクリックしますと、より詳細な価格の推移などを見ていただけるほか、取引ボタンから発注画面に進むこともできるようになっております。次にテーマ別投資項目についてご案内をいたします。こちらでは取引のヒントとなり得るさまざまな情報を関連銘柄や当社アナリストによるテーマ別投資に関するレポートとともに、ご閲覧いただけるようになっております。テーマを選択し、クリックを押していただきますと、概要とともにそのテーマの関連銘柄の一覧が表示されます。こちらもクリックいただくことで値動きの詳細をご確認いただけますし、取引ボタンから取引チケットを開いて発注を行っていただくことも可能となっております。次にマーケットレポート項目についてお伝えをいたします。こちらでは最新のマーケットに関する記事がご閲覧いただけます。株式、商品、為替、さらに今後の注目イベントや見通しなど多岐にわたる内容がカバーされており、日々新しい記事が追加されてまいります。お取引のヒントになり得る情報が豊富にございますので、定期的にチェックをいただけましたら幸いです。はい、そして次にご紹介させていただくのはこちらのオンラインセミナー項目です。こちらからは現在予定されている今後のオンラインセミナーのイベント内容の確認、お申し込みがいただけるほか、開催済み項目では過去のセミナーの収録動画をご視聴いただくことが可能となっております。ちなみに、この過去のセミナー動画の視聴についてもですが、本日ご紹介させていただいたマーケット情報やアナリストの分析レポートの閲覧なども含めて、ニュース分析項目でご利用いただけるサービスは全て無料となっております。また、本日は PC 版のサクソトレーダー GO の画面のスクリーンショットを使ってご説明を差し上げましたが、これらの機能は全て携帯電話、モバイルアプリ版のサクソトレーダー GO でもお使いいただけるようになっております。ただ、これらのサービスはライブ講座上のみでご利用いただけるということになっておりますので、デモ講座ではお使いいただけないというところをご了承いただけましたら幸いです。また、当社でライブ講座をお持ちでない方におかれましては、ライブ講座のご解説をぜひご検討いただけましたら幸いです。次に、当社での講座解説の申し込みについてですが、こちらは当社ホームページのオンライン申し込みフォーム上で申請をしていただくようになっております。お申し込みの際は、住所が一致している2種類の本人確認書類とマイナンバー確認書類が必要となっておりますので、講座開設を申請される前に、一度資料内のご提出書類についてから詳細をご確認いただけますと幸いです。また、当社ですでに取引講座をお持ちの方におかれましては、当社ではご紹介プログラムというキャンペーンを実施しておりまして、ご家族、ご友人をご紹介、講座開設等取引をいただいた場合、ご紹介者様に5000円、ご家族およびご友人の方に4000円の特典をプレゼントさせていただいております。紹介プログラムの条件等の詳細につきましては、資料のプログラムの詳細をこちらからというところからご確認をお願いいたします。それでは、以上で当社サービスについてのご案内を終了といたします。それでは、馬渕さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。経済アナリストの馬渕磨理子です。
今日はですね、サクソバンク証券さんにご訪問させていただいて、今日お話しさせていただくんですが、実は私、トレーダーだった時期が、専業トレーダーだった時期が2年半ありますが、その時に実はサクソバンクさんとゆかりがあるというかね、たくさんいろんな通貨を扱っているところが、まあ、サクソバンクの特徴ですし、あと欧州株ですね。これは他の証券会社ではなかなか取り扱いがないので、自分のポートフォリオをこう広げていくという意味合いで、私が2014年ぐらいに、実は、サクソバンク証券さんと実はゆかりがあるという、そんな背景があります。で、今日はですね、皆様お集まりいただいたんですが、まず、お話ししたいテーマについて共有させてください。まず、欧州株とアメリカ株の見通しなんですが、まあ、日本株はちょっと今日は置いて、海外の動向ですね。アメリカ株どうなっていくんだ。それから欧州も厳しいって聞くけれども、見通しどうなんだっていう、この、まあ、アメリカと欧州の見通しについてお話ししたいと思います。それから、まあ、為替ですね。まあ、金融引き締め、金利を引き上げていくという動きがアメリカ、欧州ありますので、それぞれの動きをベースとして、まあ、ユーロ、ドル、このあたりの為替の見通しについてお話しします。そして、注目企業ですね。特に今回は、サクソバンクさんのこう特徴って、やっぱり欧州株を取り扱っているということですので、実は欧州株、スクリーニングを使っていろいろ絞り込むと、高配当の企業とか、ずっと成長している企業とか、そういった面白い企業がありますので、まあ、注目企業についても言及したいと思います。最後に質疑応答の時間を設けておりますので、まあ何か聞きたいなとか、こんなところをもうちょっと分厚く話してほしいなという思いがありましたら、ぜひ QA のところに書き込んでいただけますと幸いです。まあ簡単になりますけれども、私の自己紹介こちらになります。私は大学院を卒業した直後、リーマンショック、それから東日本大震災の直後、の時期に就職活動をしていたので、実は全滅したという歴史があります。で、2013年に医療法人の資産運用担当者として、トレーダー業務、ここで2年半専業でやっていたので、この間に実はルーブル危機とかが起きて、ルーブルトレードしたいなと思った時に、サクソバンクさんしか取り扱いがなかったので、当時そこでまあご縁があったという、そういうふうな経緯があります。そこからは現在、まあ、アナリストに転身して、まあ、今があるという、こんな流れになっています。ですので、ちょうど金融業界に入って、まあ、10年ちょっとなんですが、やはりこの資産形成、資産運用を、自分の資産を増やしていくときに、大事なものの考え方っていうのは、こういったものが根底にあるというふうに考えています。で、これはご自身、今日ご視聴いただいている皆様、それぞれご自身、一人一人、のバランスシートですね。ご自身一人一人にバランスシートがあるというふうな考え方で、まあ、企業であればこのように、まあ、銀行から借り入れて、それをうまく資産につなげていくっていうのが、まあ、当たり前、一般的な考え方になりますが、皆様それぞれ個人個人にもこのようにバランスシートがあるというふうに考えます。で、これ何を表しているかというと、やはりこの資産を増やして、どん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 この純資産のところに、まあ、プールしていく、貯金とか投資金額が増えていくという考え方なんですが、そのためには少しこの負債と言われているところ、レバレッジをかける必要性があると思ってます。ですけれども、個人の場合、何もこの銀行からお金を借りて、それを投資に回すっていうことは、もちろん危ないので、そういったことは全然お勧めしているわけじゃなくて、今日のように、勉強のためにお時間、1時間いただいています。これも実は、時間という費用をいただいているので、まあ、負債だというふうに考えるわけです。ですので、今日の1時間、これが、まあ、グリーンのところの、まあ、負債のところなんですが、1時間というものが、実は後々2倍、3倍のご自身の知識となって、レバレッジになってこう返ってくるっていう、こういう考え方なので、こういうベースを持っていると、資産形成をしやすいのかなというふうに思っています。まあ、例えば仕事で言えば、こういうふうにいろいろ情報収集とかをすることによって、まあ、世の中から信頼されるような仕事ができたりとか、
あとクオリティが高い仕事の実績が積み上げられたりとか、こんなふうにご自身一人一人の中にも、この負債から資産、資産から純資産っていう循環が、まあ、できるのかなというふうに思っています。これが一番ベースの考え方になります。で、その上で、情報を、まあ、アップデートしていくわけなので、まず皆さんが一番気になっているところというのは、今、ここ数週間の、まあ、アメリカ、欧州をめぐるこの信用不安ですね、金融機関に対する、まあ、不安というものが、まあ、広がっていると、ここについてどう考えていて、どう皆さん考えているのかというところを一番気になっているのかなと思います。で、今回の、まあ、銀行破綻の経緯をまとめ、そして論点をまとめたいと思います。で、今回、シリコンバレー銀行が3月10日に破綻したわけですね。アメリカ全米16位の銀行が破綻したと。で、これに関してはもう本当に数日で経営破綻となりましたので、かなりね、皆さんびっくりしたかとは思います。しかし、まあ、このシリコンバレー銀行に関しては、やっぱりこう特殊というか、スタートアップ業界と主に取引をしている銀行ですので、まあ、預金預け入れている方の対象は非常にこう限定された方だったんですね。つまり、シリコンバレーにいらっしゃる経営者の方がその銀行にお金を預けていたと。かなりこう限られたコミュニティの方々から預金を預かっていたと。なので、危ないと。あの銀行もしかしたら経営破綻するかもしれないっていう噂がパッとこう広がると、限られたコミュニティでそれが広がってしまうと、どん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 預金が引き出されてしまうという、まあ、こういったことが起きてしまったわけです。それから預けてもらっていたこのお金で、銀行って本来企業に貸し付けてその利ざやでお金を儲けますけれども、シリコンバレー銀行の場合はそれを、まあ、多く債券の投資に回していたんですね。で、債券って、まあ、金利が上がっていくと価格が下落するので、今アメリカはどん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 金利を引き上げている中で、まあ、投資先の債券価格が下落してしまったと。こういうふうな形で、預金はどんどん出ていくわ。そして投資していたものの投資対象が価値が目減りしていると。こんな状況でバランスシートが一気に崩れて、まあ、破綻に至ったと。こういう状況があります。なので、非常にまあ特異的なことが起きたというふうに言われています。で、この後、まあ、厄介だったのが、まあ、クレディ・スイスの経営不安が3月14日に報道されたわけです。財務報告の内部統制の中に、まあ、重大な弱点があるというふうに公表されたんですが、これとシリコンバレー銀行のこの経営の信用不安というものが、こう一緒くたに、まあ、考えられて、こう一気にこう世界中に報道されたというところが少し厄介だったんですが、やっぱりこのシリコンバレーのような銀行と、まあ、世界トップ30に入るような銀行とは少しこう次元が違います。で、かつ、クレディ・スイスに関してもともとここ数年、不祥事とか、まあ、巨額の損失の問題っていうのは、もう以前から報道されていたので、何もこう今に始まったわけではないんですね。もうすでに資本が毀損しているので、何か資本注入をするとか、どこかが M&A して請け負うとか、そういったことがなければ難しいねというふうに、まあ、以前から言われていました。ですが、まあ、信用不安という意味合いで、まあ、アメリカから欧州へというふうに、こんなふうにこうバーンとこう数週間で広がってしまったわけなんですね。で、これに対して今ちょっと落ち着きを取り戻しているという認識になります。で、なぜ落ち着きを取り戻しているのか、つまり投資環境として悪くないという判断になるんですが、なぜ落ち着きを取り戻しているかと言いますと、アメリカにおいても、欧州においても、かなり今回、対応が早かったです。スピード感を持って対応し、それから連携を取りながら、かなりこう早く、この問題を対処したというところが、リーマンショックとの大きな違いですよね。で、今回のことはこうリーマンショックと似ているとか、まあ、再来かとかいう、そういうニュースを目にするかもしれませんが、実は大きく異なっている、状況は異なっているというふうに、今の段階では考えられますので、そこまで悲観しなくていいだろうということがベースにあります。
で、シリコンバレー銀行に関しては、まあ、預けていた方、預金を引き出していて、引き出せきれなかった方がいるわけなんですが、それに対して、全額の保護をするということをアメリカが決めていると。さらに、クレディ・スイスに関しては、同じスイスの銀行の UBS が買収すると。つまり、株券を紙切れにしないと。つまり、まあ、存続し続けるという判断が行われました。なので、まあ、ポンポンとこう火種が生まれましたけれども、なんとかこれをその範囲の中だけでとどめようというふうに、まあ、早急に対応したということなんですよね。で、まあ、賛否両論いろいろありますけれども、クレディ・スイス、UBS に買収されましたけれども、AT1 という債券がありますが、ここに関しては救わないという判断が行われて、なので、債券の投資家が守られずに、株式の投資家が守られるっていうのは、ちょっとどうなんだろうっていう議論があるんですが、やっぱりこう影響を最小限に抑えるためには、まあ、リテラシーが高いこの債券の投資家の方々には飲んでもらって、で、倒産というインパクトが出ると、あまりにも世界に波及が大きすぎるので、株式は守ったという、こんな流れになっています。それから他にもいろいろアメリカの方で中堅の銀行ですね、ちょっと小規模の銀行の方からこう預金がどんどん引き出されるみたいなことも起きたんですが、それに対してアメリカの大手銀行11行が協力して、まあ中堅のところからみんなお金を引き出して何をしたかというと、この大手銀行のところに個人が預金を預けるみたいな、こうドルが動いちゃったわけなんですね。で、そうすると、その中堅のところも倒産しかねないわけなので、大手銀行の方々が自分たちのところに集まってきたドルを、あ、じゃあもうまた中堅のところに戻しますよっていうふうに、まあ、預金を戻すという、そんな異例の支援も行っていて、まあ、アメリカ金融機関全体として、まあ、どこも潰さない、中堅の銀行を潰さないという判断を、まあ、している。そういった連携を取っているというところが、まあ、安心材料になっています。で、それから、これがこうアメリカ国内だけではなく、日本、アメリカ、欧州の中でも目を離していると、どこかの地域でどこかの銀行の、まあ、預金が引き出されるみたいなことが起きると、まあ、目を離した隙にどこかの倒産みたいなことがポツッと起きてしまう可能性があります。それはダメだということなので、アメリカ、日本、欧州の6つの中央銀行で常にこうみんなでドルを供給し合う、ドルの目詰まりを防ぐためにみんなでドルを供給します、循環させますってこともやってます。なので、こういったことをパパッとこう、まあ、スピード感を持ってやったことによって、一旦、まあ、不安感というものは落ち着いているように思われます。で、そういった中で、じゃあ欧州、アメリカ、金利の引き上げどうするんだというところなんですが、これは少し驚きだったんですね。欧州に関しては、こういう報道が出ている中でも0.5%の利上げを決定しています。3月16日に決定しています。で、ここに関しては、やっぱりヨーロッパ、その金、あの、物価がどんどんまだ上がっているので、今の段階で利上げを止められないという判断から、まあ、インフレ抑制をまずは最優先しているという状況です。で、アメリカの FOMC に関しては、従前であれば0.5%の利上げの予定だったんですが、今回の、まあ、信用不安を踏まえて0.25の利上げにとどめています。というふうに、まあ、少し金融政策に、まあ、変化が見られている、こんな状況になってきています。で、これを踏まえた上で、直近の日本とアメリカと欧州のパフォーマンスを見てみましょうか。これ、そうですね、22年の10月ぐらいからを起点として、ここ最近までの、欧州、そしてアメリカ、日本のパフォーマンスを出しています。で、一番、パフォーマンスがいいのがね、ですね、EU50 と言われているものですね。これ、すごくパフォーマンスが一番高いです。これどういうものかというと、欧州の株式市場全体を表すような、まあ、指標だと思ってください。ウクライナがあって、エネルギー問題もあって、あれ、欧州ってすごいもっとひどいというイメージを持っていたかもしれませんが、実は株価のパフォーマンスは
結構良かったんですね。で、EU50 に関しては、まあそうですね、オーストラリア、ベルギー、フィンランド、スイス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ポルトガル、このあたりの、まあ、国の、流動性が高い50の優良銘柄で構成されている。こういったものは非常にパフォーマンスがいいと。で、次にパフォーマンスがいいものが、これ、SXXP って書いてますが、これ、ストックス欧州600の企業の指数化したものです。つまり、欧州、ヨーロッパのところに上場している、まあ、優良銘柄ですね。流動性のある600の銘柄で構成されている。これも、実は、パフォーマンスが直近いいということです。そして、ナスダックですね。こちらもね、最近そうですね、ナスダックにね、資金がもう一度流入してきてますよね。で、SP500。で、最後が日経というように、まあ、こんな風に、まあ、長い足で見てみても、欧州、そしてアメリカ、なかなかこう、利上げをしている中で厳しいと思いきや、意外とこう、パフォーマンスがいいってことが、実は分かっています。で、続いて、具体的に、まずアメリカの今年の見通しどうなっていくんだ。その後、欧州の見通しについてお話ししていきたいと思います。で、アメリカの今年の見通しなんですが、まあ、結論から申しますと、年前半は厳しい。そうですね、ちょっとね、今回の信用不安なんかもあって、少し値が重たい、厳しい相場展開が続いています。で、しかし、年後半、その後ですね、年後半にかけては、まあ、底堅い推移になるだろうというふうな期待があります。で、この結論に至る理由としては、まず一つ目。アメリカの、まあ、金融政策、まあ、そろそろ転換期だなっていうところですよね。今回、まあ、3月に0.25%の利上げをしましたけれども、まあ、次回5月どうでしょう。もう1回0.25をやるかやらないかぐらいで、もうおおよそアメリカのこの利上げゴールが見えています。つまりもうこれ以上できないよっていうぐらいまで金利を引き上げていますので、金融政策がまあ転換する、つまり利上げを停止をする時期がもう迫っている。さらに、まあ利上げを停止した後、まあしばらくこう高い金利で、まあ維持するかと思いますが、その後いつかどこかのタイミングではもう一度利下げをしないといけないんですね。つまり、まあ、いつまでもいつまでも金利を引き上げておくっていうのは金融政策的にありえないので、どこかのタイミングで利下げに転じる。まあ、おそらく来年以降だと言われていますけれども、まあ、議論自体がね、株式市場の皆さんせっかちなんで、今年中にこの議論が出てくる可能性がある。そうすると、この利上げを停止する、そして利下げをする、これも明らかに金融を、まあ、引き締めを緩める、つまり緩和、金融緩和的な色合いのあるニュースなので、株式市場は上昇するということになります。それから、アメリカ大統領選挙の前年に今年は当たります。で、過去の歴史的なデータを全部見たとしても、ある1年を除いて、アメリカ大統領選挙の前年の年というのは株が基本的には高い。で、なぜかというと、まあ、現政権が絶対に勝ちたいというところで、選挙対策としていろいろこうばらまくというかね、お金をばらまいて、景気を浮揚させるということが、まあ、歴史的に常なんですね。なので、株が上がりやすいというふうに言われているわけなんですね。なので、皆さんやっぱりその景気後退どうなんだと、確かにこう、リセッション、景気後退ありますかってよく聞かれますが、確かに景気後退は、もう見られている、あるかもしれません。ですが、もうこの先、政策金利が一旦打ち止めになって、利下げに転じるのであれば、まあ、谷は深くなさそうだということと、アメリカに関しては、この消費者物価指数が少し鈍化してきてますね。高止まりではありますけれども、まあ、高止まりというか、その鈍化してきてますので、まあまあ、このあたりも、まあ、金利が打ち止めになるという、こういうふうなロジックになってきています。で、現状、アメリカの政策金利の見通しは5.2ぐらいまでいくかな。つまり、あと1回ぐらい利上げする、あるいはもしかしたらしないかもしれませんが、まあ、あと1回ぐらいで終わりだろうと。そして、来年に入れば4%台の金利になり、25年には3%台になるだろうというふうな、まあ、見通しが出ています。ですので、
まあ、基本的に、まあ、アメリカ株はこの先、堅調に推移する可能性があるということなんですね。で、まあ、SP500 の今後の、まあ、見通しというものも出しておきたいと思います。で、今回、まあ、アメリカの銀行破綻を受けて、かなり FRB が流動性を強化しているわけですね。お金をやっぱりこう金融引き締めをしているんだけれども、ドルが流れるようにかなり流動性を、まあ、強化しています。なので、この流動性、ドルがないから破綻するみたいなリスクというものはかなり低下しています。で、実際に今回の金融不安が、まあ、どれぐらい実体経済に影響を及ぼすか、まだ正直不透明なところがありますけれども、まあまあ、特にナスダックなんかね、大型のハイテク企業なんかには資金が戻ってきているな。じゃあ、それに準じて、引っ張られるように SP500 も、まあ、戻っていくんじゃないかという、こんな見通しになっています。で、実際に SP500 現在4100ポイントぐらいなんですが、まあ、レンジとしては3500から4800ぐらい、まあ、上の方向の方に、まあ、まだまだこうレンジがありそうだなという、こんな見通しになりますので、まあ、この範囲の中でとどまっていれば、金融危機が起きたとか、そういうふうな認識ではないので、まあ、この範囲のレンジを保っているかどうかを、まあ、この先も見ていく必要性がありそうです。で、今回、なぜこのように、まあ、判断できるかというところなんですが、いかにこうアメリカの金融政策が、まあ、人為的にコントロール、今の段階でできているのかというのを、まあ、図式で、表したものになります。で、こちらに関しては、GDP を横軸に、そして物価上昇を縦軸にとっています。何を表しているかというと、GDP、つまり経済成長がどん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 こう右の方に行くと、物価も一緒に上がりますよねと。まあ、これをずっと、まあ、果たしているのが、まあ、アメリカになるわけなんですが、コロナの後どういうふうになったのかっていうのをちょっと図でお示ししています。で、コロナがある程度収束して、じゃあ、いよいよ経済再開だというタイミングでウクライナが問題が起きましたね。で、そうなるとどういうことが起きたかというと、みんながこう消費に、特に日本よりもリベンジ消費が強いので、アメリカは、みんなが旅行に出かけたりとか、みんながいろいろ飲食に出かけたりとか、高いものを買ったりとか、ぐっとこう需要が増えましたよね。これじゃあ A から B の方に、まあ、需要曲線がこう右の方にスライドしたわけです。で、この消費に対するこの需要に対する受け皿が整っていなかったので、B の方にこう供給が制約されているので、 A から B というふうにこんなふうに、まあ、経済が動いたわけなんですね。で、ウクライナの問題もありましたので、いろいろ物が輸入できない、つまり物が足りてない、いろんなことが起きたわけです。つまり、需要がすごく盛り上がった時に供給制約が起きたので、GDP はほとんど成長せずに物価だけ上がる、インフレ率9%を超えるような内容になったわけです。なので、この歪んだようなこの物価だけが上がっているという状況を、まあ、なんとしても落ち着かせなければならないという判断から、次に取った対策がこちらになります。B から A に無理やり戻すということをやっているわけですね。これは何かというと、まあ、供給制約が起きている中で需要が多いので、ちょっと皆さん、需要を減らしませんかと。少し、まあ、皆さんの消費意欲を減らすみたいなことをするには、利上げが一番いいんですね。金利が上がるんだったら、ちょっと物を買うのやめようかなとか、企業もですね、少しお金借りづらいなとか、いろいろ出てくるわけです。なので、需要を減らすという意味合いでは、利上げが非常に良いと。さらに、労働市場、つまり供給制約が起きているということは、供給側、企業側がサービスが提供できない、人が足りてない、物が足りてない、こんなことが起きているので、まずは供給市場に人を投入しましょうということで、バイデンさんは移民の受け入れをもう一度やったりとか、女性がもう一度労働参加できるようにするとか、まあ、こういうふうな対策を今打ってます。なので、うまくこう物価が収まってきてますね。B から A に今移行中なので、まあ、景気が冷え込んでも仕方ない。つまり GDP に関してはちょっとシュリンクするような図になってますね。なので、あえて景気を少し、まあ、冷ましながら、それでもやはりこの物価を抑え込むということを今やっていると。まあ、このロジックに基づいて、当局は金融政策やっているので、
基本的にまだ今のところ、まあ、人為的、手のひらの中に、人の手のひらの中に金融政策はあり、経済はあるという認識できますので、これが暴走し始めると、まあ、信用不安とかそういったところに発展して、まるまるショックみたいなことが起きるんですが、現状、まだ人の手の中にあると、そういう認識になります。なので、やっぱりこう、規定路線でいけば、先ほどお伝えしたように、まあ、大統領選挙前年の年に当たりますので、まあ、ニューヨークダウを含めて、アメリカ株は年末に株高になるだろうという、こんな考えになります。で、実際にね、アメリカ株、皆さんも本当にもう取引されてる方も、まあ、これからやりたいよって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にサクソバンクさんは、アメリカ株の取り扱いがかなり豊富なんですね。ここにちょっと、まあ、簡単に一覧出してますが、まあ、この中で、そうですね、私が、まあ、直近、マイクロソフトなんかをちょっと注目してみたんですが、ここしばらくの株価の動き見ても、すごく堅調ですよね。こういった、まあ、少し信用不安みたいなことがあったとしても、まあ、株価が高いという状況が確認できていますので、まあ、こういうふうな、分析ツールってすごく便利なので、なんていうかな、投資のこう、戦略として、いかにこう、まとまった情報を一覧で見れる分析ツールを自分のところに置いておくのかっていうのはかなり重要なんですね。こういった意味合いで、多分こういうふうな画面、おそらくなかなか他にはないので、これを使った私も今分析をしているという、こんな状況になります。はい。では、欧州株。ここはね、あまりね、解説も少ないと思いますし、馴染みがない方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、非常に魅力的というかね、面白いので、ぜひぜひここも見ていきたいと思います。で、欧州に関しては、アメリカよりも物価の抑制がまだできてないので、引き続き利上げ継続だというふうに、まあ、考えられます。なので、まあ、リセッション少し怖いですが、まあ、そこと物価を抑え込む、まあ、ここの難しい難題2つに、まあ、挑んでいるというこんな状況なんですね。なので、今ユーロ圏っていうのは政策金利引き上げてますが、まだ3.5%なんですよね。で、これまあ見てみると、まあ、ユーロ圏の2月の消費者物価指数なんかは8.5%ですし、エネルギーとか食品を除いたものは5.6%なんで、やっぱりまだね、インフレ高いんですよね。で、この先のそうですね、3月16日に発表した ECB の今後の物価の見通しなんかも、23年は5.3を見て、24年には2.9ということなんですが、そうですね、このあたりを見ると、まあ、アメリカはつまり今、物価、インフレ率5%台なわけですよ。で、金利も5%なんで、こう、まあ、マッチしてきたと。このあたりまで、まあ、こう、ニアリーイコールになってくると、大体金融政策の利上げって止まるわけですよね。でも今、どうですかね、欧州に関してはまだ3.5%。で、エネルギーとか生鮮食品除いたものでも5.6%なんで、まだもうちょっと金利が引き上げの状況が必要なのが、欧州なんですね。なので、このあたり含めて、少し為替の動きなんかもありそうだし、まあ、株価の見通しなんかが必要ということになります。なので、アメリカよりももう少し利上げが続きそうだという見通しになります。で、欧州株の見通しとしては、そうですね、今回、まあ、欧州、先ほどね、もっと長い足で見たときに、結構パフォーマンスいいっていうお話しましたけれども、これはやっぱり欧州が、去年の、まあ、冬ですね、暖冬だったので、思ったほどこのエネルギー、ロシアに依存してるんですが、エネルギーのところでダメージがなかったというところで、まあ、センチメントが改善していたというところなんですが、それの後にこのクレディ・スイスの問題が出てきたので、ちょっと様子見ムードではあります。しかし、まあ、欧州株全体としてやっぱりこの PER、割安、割高で考える PER で見れば、まだまだ割安感があるので、まあ今ぐらいのこの金融システムの不安感で、一旦とどまっていれば、まあそれ以上下値はない、まあ下値は限定的だと見ることができます。なので、この欧州株600指数ですね、これでレンジの幅、どれぐらいのレンジを予想するのかというと、まあ現在457ポイントなんですが、まあ、400から510ポイントぐらいまでの、まあ、上値と、まあ、下値がありそうだという、こんな見通しになっています。
で、参考にまでなんですが、皆さんが懸念している欧州がなぜ、厳しいのかというところなんですが、ロシア、ウクライナ問題がありますので、ロシアにエネルギーを依存している中で、なかなかこの物価高、エネルギーコストの高止まりというかね、そこが問題なんじゃないかっていうふうに、言われているゆえんです。で、これ参考までに、ロシアに対するエネルギー依存度を出してますけれども、欧州圧倒的に多いですね。15%も依存していて、日本は5.14、そしてアメリカに至っては1.1、ほぼ関係ないという状況なので、やっぱりこのエネルギーコストをベースとした物価高、なかなか根深いものがありそうだということなんですよね。なので、このあたり含めて、欧州株を見ていくわけなんですが、やっぱりその欧州株を取り扱っている、証券会社って本当にないので、この辺りね、皆さん見たことがある、エールフランスとかね、BNP パリバとか、いろいろあるので、本当に取り扱いが豊富なので、後ほどここは詳しく解説していきたいと思います。なので、欧州株に関しては、少しこの金利の引き上げと、背中合わせにしながらですね、この先見通しを考えていくという、こんな考え方になります。で、今年の金融政策のスケジュールを一覧で出しておきました。日本、そして、アメリカ、ECB、そしてイギリスというふうにありますが、各地域で、金融政策の決定を行うわけですね。なので、今言ったように、アメリカに関しては、この次の5月で金利引き上げるのか、何パーセントやるのか、あるいはやらないのか、このあたりが注目ですし、ユーロに関してもですね、じゃあ次どうするんだと、どれぐらい金利引き上げてくるんだっていうのもかなり注目ですよね。なので、連休中かと思いますが、結構ここ重要なイベントが控えています。で、日本に関しては、4月27日、28日に、植田さん、新しい新体制で日銀がスタートしますが、どうでしょう。今回のこの銀行破綻の影響を受けて、長期金利ですね。日本に関しては短期ではなく長期金利の引き上げは、今年するだろう、追加でするだろうと言われてますが、4月に関してはちょっと動きづらいかもしれませんね。なので、6月以降に何か動きがあるかもしれないということになると、年間通して日本もアメリカもユーロも、この金融政策に関してはウォッチしなければならないという、こういったことになります。では、簡単に為替のお見通しいきたいと思います。そうですね、サクソバンクさんの私がいいなと思っているところはですね、為替の、通貨ペアの取り扱いがまず多いので、私がだからトレーダーだった時に、ルーブル取り扱っているところ本当なかったので、もう駆け込むように、ルーブル危機っていうので暴落してたんで、今仕込むべきだろうっていうところを2014年の時に、駆け込んだという記憶があるんですよね。で、こちらは通貨ペア自体だけでも150ペアあるので、皆さんが何か興味がある、やりたいと思った時の、チャンスを与えてくれるという意味合いが、1点。それから、それをやりながら、欧州も興味あるよ、アメリカもあるよってなった時に、一気通貫で、このプラットフォーム上で全部の、スクリーニングというか、分析ができるっていうのも、なかなかないなと思っていて、私自身もアナリストとしてすごく重宝している、分析ツールにはなります。なので皆さんが、興味あるのとか、あるいはこの投資に対しても、多様性、みんながみんな、アメリカ株一辺倒とか、日本株一辺倒じゃないと思いますし、欧州株もやってみたいなっていう選択肢ってやっぱりすごく必要だと思うんですよね。なので、そういった意味合いで、一つのプラットフォームで一気通貫というのは非常に、やりやすいのかなというふうに思っています。で、為替のお話になりますので、皆さんがね、一番メジャーで取引するであろう、日本円とドルのお話をしておきたいと思います。で、先ほど、日本に関しては、長期金利の引き上げがあるだろうという話しましたが、これ、一体何なのかというところをお話ししておきたいと思います。で、日本に関しては、短期金利は今マイナスなんで、政策金利と言われているものはマイナス0.1%です。で、ここの、引き上げはちょっと手を出せないだろう、まだ手を出せないだろうと言われています。なので、ゼロ金利、マイナス金利解除っていうのは、ずいぶん先、手を出せるかどうかわからない状況なんですが、金利には短期のものから長期のものまであります。
で、それは基本的に債券と紐づいていて、こちらにお示ししている通り、まあ、短い年限のものから長い年限までの債券があって、それぞれに金利がついているわけです。で、10年のものだけ見ると、ピコッとこうへこんでますよね。0.25%で昨年末までピン止めされていました。あえてそういう政策を取ってたわけです。なんですが、これ見ていただくと、7年債よりも10年債の方の金利が低いっていうのはおかしいよねと、歪みがあるねということだったので、まあ、昨年末、黒田さんが0.25じゃなくて0.5まで OK にしますよっていうふうに言ったわけです。それによって大きくね、為替が動いて、まあ、円高に振れたわけなので、ここ、まだまだ歪みがあるので、0.75まで引き上げるかもしれませんっていうことがあるので、少し円高リスクなんかも今年はありそうだということになります。まあ、とはいえですね、円高、円高と言いますけれども、まあ、長期金利をもう一段引き上げたとしても、120から130円の間の中で、とどまる可能性は高いと思います。その中でとどまっている限りでは、まあ、十分に円安水準なので、まあ、この先、もしね、皆さん、為替のトレードする場合は、まあ、どこまで行けばこう行き過ぎた円安なのか、どこまで行けば行き過ぎた円高なのかっていうのは、結構こう基準感というのは分かりやすいかと思うので、少しね、日本の金融政策の方向性なんかを見ながら、ここはトレードしていくということになります。で、簡単に、まあ、今後の、まあ、レンジですね、想定レンジをお示ししていますけれども、基本的に為替っていうのは、金融政策と天秤、つまり金利が高い方の通貨の方が強くなります。その通貨の方が通貨高になって、金利が低い通貨の方が通貨安になります。なので昨年明確でしたよね。アメリカがどんどん金利を引き上げている中で、日本がマイナス金利のままなので、どん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 ドルの魅力が高まって、円が売られて150円超えてきたと。なんですが、まあ、今年はですね、大体ドルのもうゴールが見えてきてる。つまり、まあ、ドルももう、利上げ一服だなと、終わりだなと。で、日本がもしかしたらちょっと長期金利に関しては引き上げるかもしれないってなってくると、ちょっと円高になっているので、今のような水準感になっています。なので、先ほど120円ぐらいまであり得るって言いましたけれども、やっぱりこう、長期金利をもし6月以降とかに引き上げるようであれば、この118円なんか一瞬つけるかもしれませんが、そこはおそらく仕込みタイミングです。で、だいたいこう140いかないぐらいかな、ぐらいのレンジ幅で一旦想定をしています。で、ユーロ円に関しては、引き続き、そうですね、もう動いてますけども、ユーロはドルよりも金利をまだ引き上げる幅が、余地があるので、基本的にユーロ高ですね。今年はユーロ高になりそうだということなので、円とユーロの関係で見ても、ユーロの方が高くなるだろうというふうな見通しになります。で、想定レンジを132から147としています。そして、ユーロドルですね。これに関しては、じゃ同じ。ドルの方が、まあもうゴールが見えていて、金利、今はドルの方が高いですけれども、まあおおよそゴールが見えて、この先、金利の上昇の幅があるのはユーロなので、まあ通貨としてはユーロの方が高くなるということなので、まあユーロ高になりそうだということなんですね。なので、FX をされる場合、これからやりたいとか、まだやってないっていう方の場合は、基本的には、取り扱う国の金融政策をまず理解する必要性があって、その中でどっちの通貨の方が魅力的なんだっていう、この天秤の思考を持つと、 FX はやりやすいかもしれません。で、こういった感じで、FX もぜひ見てみてください。ではですね、続いていきたいと思います。ここからはですね、欧州株の、まあ、せっかく取り扱いがありますので、欧州株ってどんなものがあるんだっていうので、ちょっと私スクリーニングやってみました。実際に、サクソバンクさんのこのプラットフォームで、スクリーニングをかけてみましたので、かけてみるとどんな企業があるのかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。で、面白いですよ、これ。イギリスとかスペインとかドイツ、フランスっていうふうに、まず国ってこんなふうにまず絞り込んだりすることができるんですよね。で、この中でファンダメンタルズというところで、いや、配当5%ある企業あるの？と思って調べてみたら、バスッとこうスクリーニングしていただいて、7つしかありません。
で、一覧バーンと出てきたんですよね。で、すごい使いやすいなと思ったんですけど、まあ皆さんね、ご存知の通り、BNP パリバですね。このね、証券会社もありますし、配当7%の利回りですよね。で、ソシエテ・ジェネラル、これも配当利回り8%なんで、これはフランスに、ま、あのそうですね、BNP パリバに続くメガバンクなんですけど、同じような、ま、金融の会社ですね。配当利回り高いですよね。で、フォルクスワーゲンですね。これ自動車の会社ですが、これも6.9ということになっています。それからエンジーですね。エンジー。これはですね、フランスに、ま、基盤を置く電気事業者。ガス事業者で、世界に約70店舗ぐらい、70カ国に拠点を持っていて、まあ、電力、ガスの供給では世界2位の会社なんかがあるんですよね。この会社、配当利回り9%を超えてきているということです。それから BMW、こちらもね、配当利回り8.4。そして、オランジュ、これもですね、フランスの主要の電気通信業者の一つなんですが、こちらも6%。そしてアクサですね。これせ、あのね、日本でも CM とかで見るかもしれませんが、まあ保険会社ですね。アクサ生命で聞くかもしれませんが、こちらの保険会社も6%と、こんなに魅力的な、その配当利回りの会社があるんだっていうところで、こんなふうにですね、スクリーニングしてみると非常に面白い企業に巡り合うことができましたと。それからですね、続いてやってみたのがですね、まあ、株価収益でですね、パフォーマンスいい銘柄あるんですかっていう、これちょっと出してくださいっていうふうに、スクリーニングかけてみました。これは次はファンダメンタルズで株価の収益率が、まあ、20から50%ぐらいあるものなんですかって聞くと、9ありますって出してくれたんですね。で、まあ、パフォーマンスがいいものがこんなふうに一覧に出ているんですが、まあ、エールフランス航空会社ですし、LVMH、はい、ルイ・ヴィトンとかディオールとかね、高級ブランドの、まあ、会社ですよね、コングルマリットの会社になります。また出てきました、エンジー。すごいですね、さっき、高配当の利回りでも出てきたエンジーが、株価のパフォーマンスもいいっていうことで出てきてますよね。それから、シーメンスね、ドイツの電機メーカーなんかも出て上がってきていますし、そうですね、化粧品関連のロレアル。それから、エアリキッドですね。こちらはですね、産業ガスの会社なんですが、パフォーマンスがいいということですね。それから、リード・エルゼビア。こちらはですね、情報関連のサービス企業というふうな感じで、あとは、ペルノ・リカール。リカールなんで、これはフランスの酒造メーカーなんですが、こういうふうに、まあ、株価の直近の、ね、収益率もすごくいいということも分かったりするんですよ。なので、非常にまあ使い勝手がいいなというところで、ぜひぜひね、皆さんもなんかでもですね、実際に入金しなくてもデモトレードなんかもあるみたいなので、それでちょっと触ってみて、こんな面白い企業あるんだって探してみるのもありかなというふうに思っています。その中で、バンシーというね、会社、私が実は個人的に、注目している会社だったんですよ。でも、買えないと。一般的にどこで買えるんだと。思ってたんですよ。すごく魅力的な会社、いいな、バンシー魅力的だなと思ってたんです。で、これ、どういう会社かというと、まあ、建設企業なんですが、コンセッションは非常に得意。コンセッションっていうのは、一般的に行政の方々が運営するような、空港とか、高速道路とか、ああいうものを、この民間の方がもう請け負って、開発、それから運営まで全部やりますよっていう事業なんですよ。これの世界トップの会社なんです。で、なんでこの会社が面白いかというと、日本では関西空港ありますよね。ここですね。関西空港のコンセッションは、バンシーがやったんですよね。日本の企業でやればよかったんですが、日本の企業には当時ノウハウがなかったので、バンシーさんがやってくださったということなんですね。つまり民間が運営しているわけなんです。で、こうなると、めちゃくちゃ利益率が高いということを、まあ、当時、バンシーってとこが関空やったんだと、私、大阪にも7年ぐらい勤めていて、関西人なんで、面白いなと思って見てたんですよね。で、じゃあ、どういう業態なのかというと、まあ、バンシー自体はずっとこう売り上げが、まあ、右肩上がりで成長しているということが確認できていますし、何が面白いかっていうと、
このもちろん売り上げに占めるコンセッション、つまり単純にこの建設と言っている、まあ、道路を作りますよって言って終わりではなくて、本来国がやるような事業をもう自分たちがやって、で運営までやるんですよ。基本建設企業って運営やらないので、運営までやるとその後ずっとお金が儲かるわけなので。非常にこれが、まあ、魅力的だということで、日本でようやく最近、このコンセッションが、まあ、ブームになってきているというか、建設企業を取り入れ始めているんですね。バンシーを真似て。なので、すごく私、注目していたんです。で、これ見ていただくと、売上ベースで見てみると、コンセッションの割合ってそんなに高くないんですよ。これですね、一番下のこのグレーの印です。だけど、利益ベース、営業利益率のベースって見たときに、見てください、このコンセッションの占める割合。どういうことかというと、非常にこのコンセッションっていうのは、利益率が高いビジネスなんですね。なので、売上全体に見れば、この小さな売上で、いかに利益を出しているかってことがわかるので、これは面白いなと思って、まあ、世界でやっているトップ企業はこれなので、まあ、非常に注目しているということなんですね。で、まあ、これを取り扱って、まあ、買える証券会社って本当にもうないので、まあ、アナリスト予想を見てみますと。で、今、105ですね、105なんですが、アナリストの目標価格も122になってますし、まあ、アナリストの予想も買いが19で、オーバーウェイト1、ホールド3みたいな感じで、まあ、あんまりこう、マイナスの評価出してる人もいないということ、こんなことまでわかるんですよ。なので、ぜひぜひ、いろいろこれ遊んでみてくださいということになります。はい、今日はですね、皆さんと一緒に、まあ、欧州株、あまりね、馴染みがないかと思いますが、何かね、魅力が伝わったというか、面白さがね、伝わったらいいなというふうに思っています。皆様、ありがとうございました。最後、簡単なご紹介なんですが、私、自分がどういう勉強をしているのかっていう、インプットの方法ですね、勉強法の書籍を出しています。で、今年はまたですね、ここから第2弾として、仕事術、どんな 仕事の仕方をしているのかって、仕事術、まあ、時間をどう使うのかって、そういう本、ビジネス書なんですけど、そういったことも出しているので、出すというか、これから今書いてる途中なので、まずはこの第1弾の勉強をご覧いただいて、今年出版予定の、仕事術もぜひお楽しみにしていただければなと思います。今日は皆さん、本当に貴重なお時間、ありがとうございました。